こんにちは、マイクです。今日はアマゾンで買った激安、1500円ぐらいですかね、1700円ぐらいですかね、あのボートのラジコンを河原で動かしてみたいと思います。では動かします。よいしょ。右左、後ろも行くのかな？あ、後ろも行くね。今これは流れに逆らってます。何メーターぐらい届くのかな？すごいね。アップできる？そこを押してくれればピントが合う。よいしょ。はい。あんまり向こう行っちゃってね。戻ってこれ。すごい、戻ってきた。すごいね。流れに逆らわんと早いだよ、これ。すごい、言うこと聞くって感じ。これは全然使えますね。ねえ。おぉ。早い。戻ってくるのは早いね。早い。1000いくらでね。こんな簡単なトロポなんですけど。こんな感じで。プロペラも小さいよね。楽しいね、でもね。これにね、あのアクションカメラをつけて、だいぶ前にやってみたんですけど、あの重心が取れなくて断念しました。もしこれカメラつけるんだったら、あの スパイカメラみたいな、こんなちっちゃいのサイコロみたいなカメラを上につけてやればいいかなと思ってるんですけど、楽しい、これは。ね、これはいいね。登る方がやっぱりスピードは出ないけど、流れに逆らうとやっぱり遅いよね。これは楽しい。ピントが合わない。早い。流れに逆らわんと早い。この戻ってくるところが可愛いね。向こう岸まで行って、電波が届けばいいけど、戻ってこれなくなったら操縦がね、流れてっちゃうよね、きっと。30メートルぐらいはいけると思うんだけどね、どんなにいいの。戻ってきた。よいしょ。そんなわけでですね、今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。